バスガードウィットの白木アマゾン大輔です。今日は、ダブルアンダーから、速攻で決めるパターンですね、ご紹介したいと思います。ダブルアンダー相手がしたいなってきて、基本はこう足を上げてて、まあ割とこういう防御を取ってきた時なんですけど、まあこの状態って何ができないかっていうと、クロスニーがやりづらいんですね。やっぱ足をまたがなきゃいけない。なのでまず、どういう状態からいくかっていうと、膝をつくと機動力がなくなっちゃうので、こういうちょっと膝をつかないようにして、こういう体勢キープしたまま、両手で足を抱えながら前に、で手で襟を持って、ここで体格の襟を持って引っ張りながら襟をしっかり調整して持ったら、右手で腹帯を持って上に上げながら膝を立てます。立てて頭が膝の裏にこうつくようにします。でしっかりこの状態を作ったら、残った手で頭の後ろをかくようにして前方に落としましょう。もしくは柔らかい場合は平行に移動して頭を中に入れて落とします。でこういう状態になりますね。そうするとで、足をこっち側に折り曲げていて、体がこうなってると戻りづらいんですよ。戻りづらいので、そしたら手を直接こっちで持って、で手で頭を持ちながら体をこっち側に倒します。倒しながらこの腕だけをキープしながら横に持っていきましょう。持ってきたら手を床につけて肘締めて、こういう状態でフィニッシュします。ここで膝持つか、ここでグッと腰を上げると決めることができます。できたら、相手に対して体重をしっかり乗せたいので、この位置にしっかり乗せて、まあ体重こっち側に体を落とすようにして、足を持ってきたら、肘締めながら腰を前に出すようにしてフィニッシュ。こういう状態で取ってください。一連の流れでいってます。相手がダブルアンダー、この状態ですね。持ってきて襟持って頭上げて落とす。こっちで取るか、下がって頭入れて落とす。この体勢しっかり相手を折り曲げます。そしたら手を持って体をこっち持ってきて、すぐに足手を床につけて、腰脇は抱えすぎないように肘を締めてここに持ってきて、腰を上げてフィニッシュっていう感じでやると、パスガードから一気に連携して決めまで奪うことができるので、まあ、やるときは3秒間キープですね。結構審判の方とか見て、自分の中で3秒キープして点数取ってからやるといいかなと思うので、よろしければお近くの道場でお試しください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねをお願いします。ありがとうございました。